ちは。初めてのアイロンパーマシリーズ、今日のテーマは返しアイロンです。返しアイロンっていうのは、どういう、ものかというとですね、根元をですね、根元挟んでこう立ち上げるときにですね、直上に挟むというよりも逆にこう向こう側にですね、手前じゃなくて向こう側に逆にこう返してしまう、そういう返すアイロンなんですね。でそうすることによって、通常よりも根元の立ち上がりが強くなります。ですからボリューム出すところには使えます。で実際使うときにですね、さまざまなところで使えるんですけれども、例えば丸アイロンでアイロンパーマをかけるような時に、ただ普通に基本的なこう巻き方で巻くような時は、まあ会社アイロンを使うってことはないんですけれども、例えばですね、アイロンパーマでも少しちょっとこうアイパーっぽいというかですね、根元を立ち上げて高さの位置出して、そこからこう普通にカールを出していくような感じにする場合の、その根元の部分ですね、ここを少し立ち上げようかなっていう時にですね、返しアイロンを使うといいですよね。それとかですね、まあアイパーではよく使うんですけども、本当にそうですね、例えば、まあ、ボリューム出したいところですね、こうフロントであったりとかですね、この角のところとかですね、そういうボリューム出したいところの根元に挟んでこう返すということによって強い立ち上がりができますので、そこから先に、高さの位置までにこうカールを作っておいて、そこから、シルエットのストレート部分を作るというような感じですね。で、まあ、アイパーではよく使うんですけど、でただアイパーで、まあ、返すってことはそこを逆に折るわけですので、変な癖がついちゃうんじゃないかっていう心配があるかもしれませんけれども、まあ、アイパーでですね、その癖がじゃあ出るっていうのは、1ヶ月半ぐらい経った時に表面出るんじゃないかっていうことなんですけど、意外に馴染んでしまいます。そんなに、ちょっとこう焦げる手前ぐらいまでかけちゃうとか、そういうのではないので、やっぱりそんなに高い熱でやるわけではないので、普通にかけますので、意外に伸びると馴染んでしまって、それをやったところが表面に出てスタイルに影響するっていうほどでもないですね。というかもうほとんどわからない状態です。でこのアイパーじゃなくてですね、アイロン仕上げですね。なかなかサロンの中でアイロン仕上げで、お客様に書いていただくっていうのは、まあ、今少ないかと思うんですけど、ただ、まあ、今ですね、こうフェードで例えばバーバースタイルのようなパートを入れてですね、フロントをこう高くするような場合に、アイロン仕上げですから、もちろん洗っちゃえば取れちゃうんですけど、まあ、ちょっとこう何かあったり、今日は何かあるから、一日ちょっと決めたいんだっていうような時にはですね、そういう機会っていうのはよくあると思うんですけど、まあ、そういう時にですね、午前中にでもこうかけてやれば、午後とか 夜まで一日保ってますので、いい感じのボリューム出ると思うんですね。まあ、それとかですね、コンクールのクラシカルバッグとか普通の、まあ、アイロン仕上げですね、そういうような時にはですね、本当にボリューム出したいところにかけると、まあ、結構短時間、コンクールですから時間がない中でかけるんですけど、短時間でボリューム出すことができます。例えばこういうクラウンだとか、または、このウィッグなんか特にここが原型がないですから、これでもしクラシカルバッグのようなシルエットを作ろうとしたら、まあ、ここもそうですけど、この45度のこの角のあたりとかですね、こういうところとかはかなりこうボリューム出していかなきゃいけないんですけども、まあ、そういう時にはこの技法を使うと非常にボリューム出やすいですね。あとそれとフロントとかですね、このフロントのこれもボリューム出すところにはちょうどいいという感じですね。じゃあそれをですね、今日はこのウィッグを使って、今日は平アイロンでですね、フロントのところだけと技法の説明だけになりますけれども、フロントの一列ですね、そこだけはちょっとやってみます。その前に図を使ってですね、
根元矯正の状態を説明します。ここに3つの図がありますが、左の図はですね、挟むだけですね。挟んだだけでも、根元の矯正をしていることになります。これでも少し立ち上がります。そして押し出すっていうのは、こう開いた状態でですね、ロットをグローブ側の方に、近づけることで、押し出すことになるんですけれども、そうすることで挟んだだけよりも強い立ち上がりが、できます。で、今回の会社アイロンは一番右の図なんですが、押し出すよりもさらに毛をしっかり立たす技法なんですが、挟んだ状態でですね、向こう側に返します。返して、そしてその上にですね、立ち上がりまでに、毛髪にこう力をこう加えてですね、で、あとは立ち上がったところからは、必要なカールをつけていくっていうような状態なんですが、これが3つの、根元矯正ですけども、一番強い、会社アイロンということを今から、ウィッグを使って、実際にやってみます。それではですね、この、フロント部分、一列だけなんですが、ここを使ってですね、実際にやってみます。まずこの辺はですね、ボリューム出すところではないので、挟んで普通にこちらにですね、後ろに来るような感じで、で、こう必要なところだけに、会社アイロンっていうのをやってきますので、例えばこの辺りまだ必要ないなと思えば、もう普通に例えば挟んでこう、この角度で挟んでですね、これでまだこれ返してるわけではないんですね。じゃあ次からこの辺からですね、挟んで、ここで返し、完全にこういう状態ですね。このぐらい立ち上がってます。これでここから高さの位置まではこうかけていってですね、ここからはこれ平面ですね。次、ここから会社アイロンやっていきますけれども、原型がですね、原型が前に行くに従ってぐーっとこう角度変わってますので、その原型に合わせてまずアイロン入れるんですけど、でその返していくこの角度もですね、どのようなスタイル、どのぐらいのボリュームにするかによってですね、変えていきます。でこれもう少しもっと返して、で返した方にアイロンを出してですね、この辺は原型がこうずっと下がってるところですので、あまりスライス広く取っちゃうとですね、なかなか形つかないので、細かいスライスで、取っていく必要があります。天井部のこの高いところはですね、そんなにスライス細かくする必要はないんですけども、でこの辺から返すんですけど、もうちょいボリュームを出す感じで、高さの位置をもうちょっと高くします。でここからこう確認しながらですね、でここ今まだ幅がある、であとこれ2つ、スライス2つぐらいなんですが、ここですね、返しアイロンっていうのは表面に出ると、やっぱりこれ良くないので、ここからはですね、ちょっと返しアイロンは入れないでボリュームだけ出してみます。だから中の方でやる技法なんですね、返しアイロンっていうのは。表面に出るところで使うわけではなくて、
ここはもう一番前ですので完全に会社色は使えませんので普通の直上に根元を立たしてという感じですね。それはこれ表面を少しかけていきます。こんな感じですね。今こういう状態なんですが、この部分は、普通にかけてで、表面ここに来る表面の部分も、やってない。だから根元に癖はついてないですね。会社色を入れた部分はこの辺ですね。この辺りだけでこう徐々に、前の方が膨らむような感じですね。そんな感じで、入れてみました。ということで、ここですね。フロントの1列だけここだけかけましたけれどもこういう感じですね、ボリュームが出る。まあバーバースタイルのようなスタイルでしたら、まあ、もうちょっと本当にボリューム出してもいいと思います。ちょっとここから まだまだ下がってますけどボリュームこの技法を使うことによってボリューム出そうと思えば本当にこう高いボリューム、出すことができますので、いいと思います。まあそのようにですね、会社アイロンっていうのはいろんな場面でこう使える技法ですので、覚えておくといいと思います。はい、ということで初めてのアイロンパーマー、今回は返しアイロンという根元をかける技法について説明しました。はい、以上です。